こんばんは、スタジオ広北です。イエーイ。若いね、久々にね。今夜はね、久々に長浜バイオ大学の町屋キャンパス、長浜市元浜町にあります、こちらを邪魔しての放送になります。出演者も若いし、今日はね、配信陣もめっちゃ若いんだよね。配信はね、いつもと多賀くんなんですけど、今日は音響をね、バイオ大のなんと伊庭くんがやってくれてます。そしてカメラもね、龍谷大の村田くんがやってくれますね。ジミちゃんと私で若干ね、ミキネを上げる。ね、またね、今日最後までお付き合いよろしくお願いします。うん、来週お休みだから、あのゴールデンウィークのね、おすすめ情報もね、後半たっぷりご紹介したいと思います。そう、まずあの冒頭に、ご覧いただきましたのは北海スマホ墓場ね、あの前原市上乳のチューリップ畑のね、満開の様子でしたね。すごい綺麗だった。2万本のチューリップが、咲いてて、で4月22日日曜日にはチューリップ祭りも開催されて、私もこれちょっとお手伝いさせていただいたんだけどね、たくさんの人でにぎわいました。おいしいものもいっぱい食べました。さあ続いてはそのね、ジミちゃん、はい、今もう作家に写真撮ってますけどジミちゃんからのね、週末レポいきましょうか、はい、続いての写真こちら、はい、さあ、はい、これは何だ。これはですね、先日一回ちょっと紹介したことがあるんですけども、長浜を、長浜引間祭りをモチーフとしまして、20分の短編映画を制作をされてました。へえ。長浜引間祭りですから、この4月の頭から、先週、今週の日曜日まで、長浜各地でこういった形でですね、撮影を撮られまして、日曜日にクランクアップ、無事にクランクアップをしたという状況です。でこれがあの来月ぐらい、来月末か、まあ、それ以降ぐらいにですね、完成に向けた、まあ、こう作業をされるということで、まあ、私だとその先週の土曜日と今週の日曜日に、まあ、その撮影現場をちょっとお邪魔してきまして、で、こういった形でいろいろ撮影されているところを撮らさせてもらったという感じですね。はい、映画の撮影風景って見るのは初め、もちろん初めです、ね、ね、はい、なかなかかっこいいですね、やっぱね。で、この役者さんたちはオーディションを受けられて、で遠くから、東京からとかですね、いろんなとこから、オーディションを受けられたんですけども、まあ、たまたまこの主演の方は、長浜市出身、あ、そうなんだ、の方が、まあ、今回参加されたわけなんですけれども、またかっこいい子なんですよ、この主演の子は。はい、19歳で。あ、19歳で、はいはいはい、そうなんですよ。今回はでしょ、短編映画ですけど、それはですね、それはあくまでもそれを、来年今度本格的な映画を作られるんですけれども、その本格的な映画を、まあ、紹介する、まあ、プロローグというか、プロモーションビデオ、プロモーションビデオという形で、いろんなところで、まあ、これから紹介をされることになるかと思うんですけれども、本格的には来年クランクインをして、公開は再来年くらいかな、ですか ね、ちょっとまだ私もそれはよくわからないですが、まあ、映画、本格的な映画だとね、かなりその編集に時間かかるですよね。あ、そうですか。いや、また長浜が、はい、ほんと、はい、まだこの件はですね、ちょっと監督の方が落ち着かれたら、まだここで紹介したいと思うんですけど、そうだね、またですね、はい、あれ、ひょっとしたらね、映ってる人もいるかも、ね、今年、この間出てきたので、ね、そうそうそう、はい、ね、そう、ちょうど鳳凰山を舞台にして、ね、聞いてきました、はい、ね、弾いてたもんね、はい、いやいやいや、ちょっと世界、それこそ世界だよ見てもらえるかも、ね、はい、出ちゃうんですか、出ちゃうかも来年も手伝わないと、そうかな、はい、来年は違う山になるかもしれませんけど、ね、いや、また来年もね、ああ、そうですね、また弾くと思うんで、はい、そうですね、そうそう、弾けますんで、ね、はい、そうですか、ね、クワノミ、はい、クワノミというタイトルで、いい、ね、はい、はい、さあ、そしてもう少しありますね、はい、季節のね、風景、はい、またすごい、これ皆さん何か分かります、これ、分かる人、クワノミ、果物、え、果物、あ、私分かった、食べるやつだよね。これまだでき出来立てじゃない、うんうん、まだ小さくてもまだ全然熟してないんですけれども。いで始まる。そうですね。はい。いで。わかった。ああ、どうぞ。いちじく。はい、いちじくですね。ちょうど実がなり始めた頃ですね。はい、あ、こんな可愛いんだ。ね、
今なんだね。そうですね。で次が、うん、これ皆さん分かりますかね。これちょうど今の時期にね、うん、こう土手とかそういったところで、うん、こういうピンクって言いますか、うん、花が咲き始めた感じですか、ね、葉っぱが特徴あるよね。ですね、はい、うん、分かった人。ちょっと遠くの人見えないかな。これあの絵、うん、絵で始まる。あ、違う、いや、一応カーで始まる。あ、カーで始まる。あら全然違った。あ、分かった、カと絵でしょ。あ、そう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 、はい、別名もあるんですけど、ね、別名ね、はい、正解だ、分かった、分かった人。あ、はい、カラスのエンド。あ、そう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 、カラスのエンド正解。すごいね、さすが理系関係ないか。でこれ別名の CBB。CBB、それは私初耳。なん、はい、でか言いますとね、これ実ができるんですけども、うん、実があって、うん、それをこう中の種をこうほじくって取るんですよね、うんうん、で実の両端をピッピッて切って、でこう口に含んでプーって吹くと、うん、ビービービーっていう音が鳴るんですよ。知らなかった。小学生の頃よくこれで遊んでたんですけどね。あ、そう、はい、それ知ってた人。いや、知らないですね。知らないね、はい、めぐちゃんとジミーちゃんぐらい。あ、じゃあ滋賀県民か。タイガー、タガくん、めぐちゃん、ジミーさん、年齢関係なしに知ってるってよかったです、これ。さあ、そして、はい、さあ、もう一枚ありますね。もう一枚ありますね、はい、あと2枚ね、はい。これは何、これ何ですかね、これね。誰か分かる人。これ、花好きだけど、私、分かんない、これは。野菜、野菜、これ花、花、普通の花、普通の花、うん、これね、うん、あのソメイヨシノなんですよ。あ、桜？でも当然桜って過ぎてるじゃないですか、うんうん、ソメイヨシノはね。でこの前ね、宮さん掃除をしてて、大きな大木、桜の大木があって、もう全部葉桜になってるんですけども、うん、ふと下の方の地面を見たら、うん、その大きなこう幹っていうか太い木から、うんうん、ちょろっとこんなあの花が咲いてますね、うん、あ、ちょっと、あ、今の時期こういう花できるんかなと思ってちょっと撮ったんですよ、ね、うん、葉っぱも大きくなってるのね。もう完全に葉桜、うん、もう葉桜になってるんですけども、一部ちょっとこういう形で、これまたあのなんでこんなになるかが、うん、あの物知りの関西に伺おうかと思ってます、ね、ね、森の案内にね、桜森さんにね、はいはい、そして最後の一枚ですね、はい、これ分かったな、うん、これははい、うん、あ、じゃあ、はい、吹きですね。そうですね、正解、うん、ね、これちょうどあのうちの実家の敷地にで取れた吹きをお袋がこう炊いていいね、吹きね、今これからさ、こう今まさに山菜のね、シーズンだもんね、はい、ちょうど取れたての吹きを、うん、はい、そうそうそう、いいね、山菜大好きです。はい、以上、はい、ジミーちゃんからの週末ね、湖北な風景でした。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。最初の、ね、動画はね、木の本の藤田くんでした。以上、湖北な風景のコーナーでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さあ、それでは改めまして今日の特集ですね、ヤングナイト、ボリュームいくつなんだね、もう数えられないぐらい、10ぐらい、10ぐらいかな、ね、ということで、このあのブルーのこれは何、すいません、これは大学のロゴです。のつもりで書いたんですけど。失礼しました、そこ、はい、あ、 N バイオね、はい、すいません、それ私の作品なので。いや、もう似てると思う。いや、もう小沢くんできてるね、人間ができてるね。ということでね、まずはまあじゃあ自己紹介っていうか、自己紹介からいく、私が紹介する、どうする、レジお願いします。はい、ね、はい、間違いない、今日のメンバーでございます長浜バイオ大学、まずは3回生アニマルバイオサイエンス学科の小沢亮太くんです。お願いします。何回も登場してるな、はい、何回か慣れた、なんとかまだ若干緊張してるんですけど、最近なんかハマってることなんかありますか。まあ、ちょっとあの海洋堂さんで、そのちょっと見てた時にちょっとフィギュアをいいやつを買いまして、はい、フィギュアにハマってる、はい、なるほど、ちょっとなかなかいいやつだったんで。まあ今ね、あの臨時でね、このちょうど町屋キャンパスの向かいにね、あのミュージアムの方ありますね、グッズは売ってるのはね、はあのショップの方ですね、ショップの方ね、はい、大手門通りの方ですから。そうですか、フィギュアにハマってる小沢くんです、はい、ね、今年はまた大役もね、はい、聞けちゃったので、まあ、その話はね最後の方で、ね、はい、特集最後に伺いましょう。続いてお、ね、お隣です、2回生バイオサイエンス学科の庄司拓也くんです。はい、こんばんは。庄司くんももう2回目くらい、はい、2回目ですね、はい、最近ハマってるのは何ですか。
最近ハマってるのは、うん、あの春から読書を始めようと思って、ほうほうほう、で本をちょっと読み始めました、ね、どんな系の本を読んでるんですか？今はあの夜は短し歩け乙女っていう恋愛ファンタジーですけど、結構面白くて、うん、今読んでる途中です。いいね、いいね、もう何でもいいんだ、ジャンルはね、はい、ね、読み出したら、はい、そうですか。またそんな読書感想文などもお待ちしておりますはい、続いて、あ、女性が来ました、はい、バイオサイエンス学科2回生の宮平来香さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来香さんも2回目くらいだっけ、3回出たのは2回目ですね、 ですね、はい、はい、最近なんかハマってるものは、ハマってることはやっぱ2回生になったので、うん、朝の早起き頑張ってます。早起きに頑張ってる、まあ、それ頑張ってる、頑張ってる。何時で起きてるんですか？7時ぐらいでしたね。7時、優秀優秀でキャンパスまでは何時間かかるんですか？いや、かからないんですけど、うん、やっぱり女の子なので、うん、いろいろ準備がいろいろね、そっちもちょっといろいろ気にしだして、はい、おーくんね、なんかおしゃれな感じで、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、さあ、じゃあ続いては私たちはこっちでね、後ろ側にいましょうかね、はい、同じくバイオサイエンス学科2回生の島尾海斗くんです。はい、よろしくお願いします。海斗くんもね、2回目くらいかな。そうです ね、はい、じゃあ島尾くんの最近ハマってるものは。ハマってることですか、まあ旅行ですかね。お、旅行、はいはい、お、ちなみに最近行った旅先で一番良かったところは、徳島ですね。徳島県か、はい、あ、何が一番良かったんですか？まあ、ラーメンですかね、徳島ラーメン、はい、ラーメンね、はい、一緒うどんって来るかなと思ったら、うどんは香川だもんな、ね、そうですね、はい、徳島ラーメン、なるほどなるほどね。長浜あんまり麺類ってそんな聞かないかな。あ、でもラーメン美味しいとこ結構ね、いますね、小鉄とか、うん、はい、小鉄よ、知ってるね、はい、よろしくお願いします、ね、はい、さあ、そしてお隣行きましょう。アニマルバイエンス、ごめん、アニマルバイオサイエンス学科2回生の野尻優斗くんです。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。野尻くんは初登場、はい、そうですね、はい、どうですか、まずこの雰囲気は。雰囲気ですか、うん、まあ思ったよりも硬くないというか、あ、硬くないですかよかった、はい、そうそう、リラックスな、はい、さあ、野尻くん最近なんかハマってるものなんかありますか？最近ですか、うんうん、そうですね、うん、お菓子作りに。お菓子作り、お、はい、スイーツ男子ですか？まあそうですね。あ、そう、どんなのをよく作るんですか？そうですね、一番多いのはタルト系ですかね。タルト系、はい、焼き菓子なんね、はい、あのいつでもみんなウェルカムよ試食で、はい、ちなみにどこから出身は。どこですか？あ、出身ですか、うん、出身は富山県です。あ、富山県、はい、雪の多いとこからですね。そうです、はい、じゃああんまりこの長浜のこの間の雪は、はい、大したことなかった。いや、そんなことないです。あ、そんなことなかった、うん、やっぱすごかった。まあ雪は結局きついんで、うん、あ、きついそうだよね、はい、どこにね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、続いても初登場かな、アニマルバイオサイエンス学科、そうだよね、1回生ですもんね、1回生の山口達也くんです。ようこそ。山口くんはどこの出身ですか？名古屋です。あ、名古屋町ですな、はい、あれ、ちょっと待ってよ、山口達也ってどこで聞いた名前やっぱり言われる？まあ言われますね。やっぱ言われるよね。まあでも全国300人いるんで。あ、300人いるんだ。全国300人いるらしいんで。え、なんでそんなに300人ってわかんの？あ、なんかそういうネットでサイトがあって、うん、そういうので見たら山口達也確か300人ぐらいって。おー、そうだね、いいじゃん、でもね、かっこいい山口達也さんと同じさんね。さあ、名古屋から来てくれてる山口達也くん、なんか、まあ、バイオ大学どう何をこう目指して入ったんですか？ちょっと固い質問ですけど何をしたくて、まだ決まってない。生き物のについて、うん、なんか水生生物とか、うん、生き物に関していろいろ学びたかったから、うん、はい、特に水生生物は、はい、あ、そうですか、ね、これからいよいよ、ね、始まっていくんですけどね、まあ、フレーズシャーズキャンプね、後で出てくるかな、はい、出てきます。はい、じゃその後またね、ちょっと聞きましょうね、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。あ、ちなみにハマってるの聞くの忘れた。ハマってるの何ハマってるの？ハマってるもの、うん、いいの、大学生活とかでもいいし、ざっくり、
もともと旅が好きな感じですね。旅もともと旅が好き、一人旅が好きです。旅好きなんだ。一人旅が好きなんでね、はい、じゃあ学生生活あるとまた楽しい旅をしてください。はい、ありがとうございます。そして、またね、女性登場です。同じく初登場ですね、コンピュータバイオサイエンス学科1回生の坂本ゆりかさんです。こんばんは、はい、お願いします。さんはどちらからですか？兵庫県から来ました。兵庫県。うん、通ってんの毎日？いや、あの、寮ですね。あ、寮なんね。寮の住み心地はどうですか？あれ、結構良くて、うん、一人暮らしってちょっと楽しいなみたいな。あ、すごいね、すごいね。早くも満喫しちゃってんだ。さあ、そんな一人暮らし始めたゆりかさんが最近ハマってるものは何でしょう？自炊をしだして料理が楽しいなって。うん、いいね、いいよ。これね、料理は本当に最初のあたりで楽しく覚えないと長続きしないんで、ぜひ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、さあこんなメンバーでね、いきましょうということで、ここは何、小沢くんがちょっとね、じゃあ少し仕切ってもらおうかな。はい、うん、ね、はい、今日のメインテーマは何ですか？今日はあのフレッシャーズキャンプというのが大学でありまして、ほうほう、それのインタビューしてきた様子を、まあ、見ていただこうと思います。はい、そのフレッシャーズキャンプもその新入生がその教授とかあとはまあ先輩とまあ食事をしたり、あと次の日長浜市内での散策をしたりして、まあ軽くオリエンテーションみたいな感じでやってる感じですね。でその昨年は大学の学園祭の実行委員が一応出させていただいたんですが、まあ今年はチューターという新しい施設ができまして、はい、そのチューターっていうのもそれは今の3回生以上とかと4、まあ院生とか、ちょっと音声の違和感がちゃかしてくるんですけど、ね、気にしない気にしないね、はい、まあ要はその新入生に例えば実習のこととか講義のことだと、一人暮らしについていろいろ質問したりとか気になることがあったらサポートするというのが制度がありました。なるほどね、はい、チューターってそうだね、英語であの家庭ね教師みたいなね、はい、こう教えてあげるってことだもんね。あ、うん、そっか、いい、それは今までなかったんですかね。そうですね、はい、新しく今年、今年度からなりました、はい、そんな様子も、はい、一応インタビューに行ってきましたので、はい、じゃあ早速見てみましょうか、はい、ね、ご紹介ください。みんなでなんか Q を出してですよ、 Q、ね、なんか言葉決めて、ね、じゃあ、うん、どうぞって言ったらこう、はい、それでは、うん、インタビュー行ってきましたので、見てください、どうぞ。じゃあこれからインタビューの方を始めさせていただきます。まずはじめにお名前と出身と学科を教えてください。小島千佳です。出身は大阪府でアニマルバイオサイエンス学科です。小田さやさです。出身は愛知県で学科はアニマルバイオサイエンスです。佐藤ゆり子です。兵庫県です。学科はアニマルバイオサイエンスです。ありがとうございます。じゃあ私はバイオサイエンス学科なんですけど、なぜアニマルバイオサイエンス学科を選んだんですか？生き物にたくさん触れ合えると思ったので、この学科にしました。正直バイオサイエンス学科と迷ってて、うん、まあ、食品系やりたかったんですけど、どっちかっていうとアニマルに興味があるのでアニマルの方を選びました。もともと動物が好きなんで、うん、まあ、興味があったんで入りました。ありがとうございます。最後に長浜バイオ大学で一番頑張りたいことを教えてください。サークルに入ったり友達とか作ったりして大学生活を過ごせたらいいと思っています。履修登録がまだなので、うん、まずは自分の好きな教科を見つけて自分で選んで自分で頑張っていきたいと思います。勉強頑張ってサークル楽しみたいです。じゃあこれからの大学生活楽しんでください。以上でインタビュー終わります。ではインタビュー始めていこうと思います。お願いします。お願いします。では、自分の学科名前、はい、それと出身地をお願いします。わかりました。バイオサイエンス学部の谷川亮の大阪府の出身の1回生です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では今日のフレキャンで印象に残ったことはありますか？チューターの方が
以上、まあ予想以上に優しくて結構楽しかった。自分も中退やりたいなと思って、はい、で楽しかったです。はい。いや、中退になるのって結構頑張らないといけないと思うんですけど、あとだけでも大丈夫ですか？やる気はあるんで。やる気はある。大丈夫です。はい、頑張ります。すごいやる気はあると思います。はい。はい、では大学生活でこんなこと頑張りたいなってことはありますか？自分はサークルとか、はい、やっぱり、まあ、授業とか一回も休まず行きたいなと思ってるんで頑張ります。はい、中退選ばれるように頑張ります。はい、大学生活をすごく謳歌したいということが伝わってきました、はい、ではインタビュー終わりたいと思います。じゃあこれからインタビューの方を始めさせていただきます。じゃあまずはじめにお名前と出身と学科を教えてください。榊真帆です。出身は大阪でアニマルバイオサイエンスです。中澤ひろ子です。アニマルバイオサイエンス学科です。大阪です。私はバイオサイエンス学科なんですけど、なぜアニマルバイオサイエンス学科を選んだんですか？動物が好きだったんです。じゃあ最後に南ヶ浜バイオ大学で一番頑張りたいことを教えてください。一人暮らしなんで、とりあえず生活頑張りたい。とりあえず勉強を追いつけるようにして、サークルにも入りたいです。ありがとうございます。以上でインタビュー終わります。ではインタビュー始めていこうと思います。では学科と名前とそして出身地。左から順にお願いします。ではどうぞ。アニマルバイオサイエンス学科の小林亮介です。愛知県の岡崎市出身です。はい、ではお願いします。同じくアニマルバイオサイエンスの島拓人です。出身地は静岡県の浜松市です。はい、ありがとうございます。では2人に聞きたいことがあるんですけど、趣味ってありますか？はい、アニメ見るのと、あと最近はその絵師さん、アニメの絵描いてる絵師さんの絵をその漁るのが結構好きです。ではお願いします。アニメ鑑賞です。おお、元気がいいですね。2人してアニメ鑑賞って言ってますけど、なんかこんなジャンルが好きだってありますか？ではお願いします。感動もの、泣ける系の、はい、アニメが好きですね。なるほど。結構感動して泣きたいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。日常系のアニメで、まあごちうさとか、まあこの前で言うとゆるキャンとかです。でもそういう日常系のアニメの最終回は嫌いです。はい。やっぱ最終回になると悲しい気持ちが出たり。心にぽっかりと大きな穴が開いたような、はい、今まさにそんな状態です。なるほど。2人してアニメがとても好きだってことが伝わってきますね。では最後にこの大学生活で頑張っていきたいっていうことを聞いていきたいと思います。ではお願いします。下宿生活なんで、はい、まあ、全部自分でやらなきゃいけないんで、家事とかそういうのを頑張っていきたいなと思います。はい、やっぱり下宿生活って大変だと思うんで、そこら辺本当に頑張ってほしいと思います。はい、ではお願いします。早起き頑張ります。はい、まあ、大学の講義出るために早起きすることも必要になると思うんで頑張ってほしいと思います。はい、それでは終わりたいと思います。じゃあこれからインタビューの方を始めさせていただきます。まずはじめにお名前と出身とこの学科をお願い教えてください。中村優です。京都出身でアニマルバイオサイエンス学科です。次の方。那須川志保です。出身は兵庫で、同じくアニマルバイオサイエンス学科です。じゃあ自分はバイオサイエンス学科なんですが、なぜアニマルバイオサイエンス学科を選んだんですか？私は動物がもともと好きで、パンフレットを見ると、うん、なんかラントの解剖と か、そういうのに興味惹かれて、うん、いいなって思って。なるほど。次の方お願いします。私は動物全般好きなんですけど、うん、特に鳥とかが好きで、将来の夢がそういう鳥とかの薬を作れたらいいなと思って、うん、学校のパンフレット見たら、うん、その将来の夢を叶えるのにいい大学だなと思ったので、うん、この大学を選びました。すごい尊敬します。
じゃあ最後に長浜バイオ大学で一番頑張りたいことを教えてください。一番頑張りたいことは、まあ、勉強も大事なんですけど、うんうん、やっぱなんか大学の学園祭のなんか実行委員みたいなのもやってみたいんで、うんはい、そういうのとかいろいろイベントに参加したいなって思ってます。次の方。パンフレットとか見てると、うん、結構資格とかがいっぱい取れるって書いてあるので、もちろん勉強、大学の勉強もしつつ、うん、資格もいっぱい取っていけたらいいなと思っています。ありがとうございました。これから1年生を頑張りましょう。はい、これでインタビュー終わります。新2回生代表して新1年生とちょっと話してみて、うん、印象とかどうやったかなと思って。結構志があるっていうか、目的を持ってきてる子が多いのかなって感じましたね。結構ね、真面目な目標を立てて、アニマルバイオサイエンスの子とかは本当にもう鳥の薬を作りたいとこだったから、そんな感じの子もいて、なんかすごい応援したくなりました。立派な志があるっていいですね。はい、やっぱそのまず2回生がそのやっぱ今回すごいちゃんと動いてくれたので特に心配する要素はなかったのと、やっぱインタビューの様子を見てるとそのやっぱバイオ大の人は癖が強い人が来るなっていうのが、うん、そうですか、はい、先輩から見たらやっぱ俺の同会も同じなんですけど、やっぱ変わり者がいるなっていうのが必ずいるなっていうのが思いましたね、はい、いいやん。でもオリジナルであってな、はい、なんか楽しみよね。ですね、はい。おう、でじゃあちょっとみんなにも、ね、聞いてみてくださいね、はい、おじゃまから、うん、正直はまず今回何を役割でやりましたか、インタビューの時。僕はディレクターを、うん、小沢さんとは違う班でやってたんですけど、うん、野尻くんがインタビュアーで、うん、はい、僕は傍らでガチガチの野尻くんがちょっと笑いながら見てました。あ、でも逆に1回生がこうしっかりと喋ってくれたのでインタビュー的にはすごいまとまってたかなと思います。うん、そうね、うん、はい、じゃあ次に宮平さん、はい、今回インタビュアーをやってみてどうでしたか。なんかなかないじゃないですか、こういう経験が。すごい初めの方緊張してて本番どうなるかなと思って、先輩のと一緒に緊張じゃない、先輩と一緒に練習してたんですけど、その時すっごいガチガチでどうなるかなと思ったんですけど、本番先輩にも褒められて楽しくできました。あー、よかったね。じゃあ次に下尾くん、今回照明はってもらいましたが、ね、はい、どうでしたか、新入生の印象とかは。そうですね、まあ全体的に明るい子がいっぱいいたっていうか、うん、まあ元気な子がいたっていう感じですね、うん、やっぱやってみて大変なこととかは。いや、まあ照明係なんでちょっと腕を伸ばさなあかんなっていうのがちょっとあって、ちょっとしんどかったかなっていう感じですね、はい、はい。じゃあ次に野尻くん、野尻くんもインタビュアーをやってもらいまして、でやってみてどうでしたか。そうですね、やっぱり緊張するんでガッチガチになるのがちょっと、うん、なんていうかやばかったかなと思いますね、うん、ただやっぱり1回生の人たちがこう元気よくてこう助けてくれることが多かったので助かりました。今もガチガチだけどもね。今はまあ、うん、フレキャンの時よりも。ああ、よかった、それ。じゃあ次に今回ちょっと初参加ですけど、山口くんはフレシャーズキャンプの時何か印象に残ったこととか。印象に残ったという自分自身が友達作るのが苦手なんで、もうこんな入学してすぐのところに交流ができるのはすごいいいなっていう、同じ部屋の人たちと、まあ、ワイワイと
夜中の0時超えてたなっていういやでもね、そうやってね、いろいろワイワイ楽しめるのもプレッシャーズキャンプのいいところなんで、ね、じゃあ最後に坂本さんはプレッシャーズキャンプで何か印象に残ったこととかありますか？あまり話さないタイプの人とあれ交流を持てたりしたのはすごいいい経験やったなって思います。今後もね、いろいろ話していって交流を広げていってほしいなと思います。はい、ちょっとだけいや、ほぼうまいね、なんか仕切りがねでどうですか、1回生の声は聞いた、今感想聞いたんだけど、感じの小沢くんはその昔、あの1年前、2年前かフレッシャーズだからね、はい、参加とか振り返ってみてどう？いやその、まあ、まずやっぱ食事のその場で話すのがやっぱ難しかったのと、うん、あとまあ同じ部屋に泊まった人が、まあ、あんま喋らない人と苦手のある人だったんで、うん、でなかなかに濃い人だったんで、まあ、あ、今面白かったなと思いますね、はい、ね、あの同じ 部とかになればね、はい、またあの、同じ、あ、違う学年でも交流あるけど、ね、そうでないとね、違う学年とかとあんまりこの触れ合う機会 ね、 ね、ないですからね、なかなか、うん、いいなと思います。すごいいい制度だなと思うわね、中途とか、ね、大人になるとさらにないからね。そうなんです自分が動かないと、なんか一歩を踏み出さないと、あのほら同じ職場か同じその地域、まあほらだからお母さんだったら PTA ママ友とかさ、そのなんかこういうつながりっていうのはあるんだけど、そのいわゆるよく異業種交流とか言うじゃない、うん、違う世界の人とってなかなか自分がこう、あ、行こう、どっかに行かないとなかなかその会う機会もないし触れ合う機会もないので、そういうのをね、なんか学生の時からこうするってすごいいいなと思いましたね。なんかね、バイオ大学みんなはね、地域にもね、今は本当にいろんな活動にも参加してくれてるので、すごい市民の人も嬉しいと思う。ああ、よかったですだから来年も引山ね、はい、まあ4回生ですけど頑張ろうと思います。あ、そうだね、まあ、引山祭だけじゃなくてね、いろんな他にもね、はい、あのいろんな取り組みね、こう街中も商店街もあるし、他長野も広いからね、はい、うん、いろんなとこも例えばお出かけしてみるのもいいんじゃないかな、なんてちょっとね思いましたよ。楽しみやね、でもまあね、はい、さあ楽しみといえばですよ、和田くんね、はい、もう一つ重要な役目があるんだよね、はい、ちょっと自分で言ってください、はいはい、はいはい、まず今日集まっているこのメンバーは、長浜バイオ大学の学園祭の実行委員です、はい、で、まあ、名校祭というんですが、今年は10月の20日と21日土日に開催されます、はい、まあ、今いろいろと鋭意頑張っておりますので、うん、はい、多くの人に来ていただけたらなと思います、はいはい、ロードトゥー名校祭、ここからまたスタートするという感じですかね、はい、え、本当小沢くんが何、実行委員、自分が実行委員長をやらせていただいています。去年伊庭くんがね、今日今音響やってくる伊庭くんがやってくれた、その後をついで、はい、去年を見てなんか参考になることありますか？いや、もう参考になることばっかりですね、もう、はい、まあ、去年ね、ちょっと2日目ね、天気が悪くてね、ちょっと短縮したっていう、ちょっと半日で終わってしまったんですけど、そうだね、はい、それでもその前の年よりも多くの方に来ていただきまして、うん、ね、本当だよね、はい、なんかどんどん年を得るごとにたくさんね来てくれてるみたいな気がする、はい、で俺の代で減らすわけにいかない確かにね、つら、はい、そうやなそうか、10月の、20、21ね、はい、土日ですね、もう今からじゃちょっとチェックして、はい、まだ テーマとかはこれからもうまたちょっと決まってはいるんです、はい、うん、まだ言えないね、まだちょっと、まだ言えないね、はい、ね、うん、最後にじゃあちょっとなんか一言ずつ今年の抱負とかなんか聞く、ね、伊庭くん、あっちや小沢くん最後で、じゃあさっき の、はい、あの紹介の順番逆からいこうか、ね、うん、はい、じゃあ坂本さん、うんうん、簡単な抱負、うん、初めてのあれ行事なので、いろんなことに挑戦して、うん、ちょっとでも役に立てたらなって思ってます。実行委員会自体が今までの生涯で初めてなので、足を引っ張らないようしっかりついていき、そうやって盛り上げるよう、盛り上がるように頑張りたいです、うん、はい、頑張ってください。そして
はい、2年目っていうことなんで、まあ1回戦のことも気遣いながら自分のこともちゃんとやっていけたらいいかなって思ってます。そうやね、はい、やっぱ先輩という立場になるとなんか違ってちょっと頼もしくなるね。ちょっとはい、頑張ってください。まあ去年もまあやらさせていただいたんですけど、まあそうですね、まあまあ去年みたいな感じで、まあ今年もまあ楽しめるようにできたいなと、はい、思います。はい、はい、楽しみね、みんなが楽しめる、はい、はい、みんなが楽しむと自分も楽しいかな。まあでも自分が楽しまないとね、みんなも楽しまないもんね。はい、はい、そしてじゃあ、はい、自分はこの企画を作る部署にいるので、今年去年も同様、今年はもっとパワーアップして親子で楽しめる企画をたくさん考えて作っていきたいなと思っています。はい、楽しみにしてます。はい、どうぞ。はい、はい、今年は副委員長をやらせていただいておりまして、で、あのマルシェの担当も一人でちょっとやってるんですけど、おうおうおう、はい、そちら、そっちの方も盛り上げていけるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。じゃあ最後、はい、締めてかっこよく、金の富士評価かっこよく、はい、どうぞ。今自分が3回生で、まあ、実行委員長やらせてもらってるんですけども、まあ、まあ今日出ていない3回生でもいろいろ部署がありまして、そのいろいろなんていうんですか、頼れる人になってますし、うん、まあ、2回生は2年目ということで、いろいろ1年目でやったこととか気づいたことを生かしてほしいなと思います。あと1回生はまあまだ俺たちにない発想だったりとか、まあみんなで頑張っていこうと思います。はい、いや、なかなかかっこよく決めましたよ。よかったです。そう、いろんな、ね、世代がいるからいいよね。はい、はい、いろんな人がいるからね。はい、もう言い足りないことないですか。これからは以上です。以上ですか。はい、大丈夫です。ね、ちょっとカメラさんね、せっかくなんでまたぐるーっとみんな映していただいてということで、ね、今日のスタジオ湖北特集はこのね、ヤングナイト長浜バイオ大学の、今年の名高祭実行委員の皆さんを中心にね、フレッシャーズキャンプなどの話題、そして今年の名高祭にかける抱負など伺いました。いや、楽しみにしてますよ、ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんかあれね、ここバイオ大のね、ヤングナイトの時はいつもコーナー終わりになんか決めポーズがあったよね。なんかあったよ、あったよ。で、今急に行ったから、まあ、これ今特集の決めで、今日必ずエンディングをみんなほらみんなでバイバイするから、はい、その時になんかね、決めの挨拶決めといてください、はい、ね、こっそりそっちで打ち合わせしておいてください。ということで今日の特集です。ありがとうございました。さあ続いてはね、いよいよ今週末からゴールデンウィークが始まりますということで、ここからゴールデンウィークのおすすめ情報たくさんありますよ、盛りだくさんね、ドドンとご紹介します。まずは1本目、むぐちゃんからじゃあお願いします。はい、私からもうすでに開催されててね、今週の火曜日から開催してるんですが、ヤンマーミュージアムのジョンディア展のご案内です。はい、あのジョンディアって何っていう方も多いと思うんですが、あの世界最大級の農業機械メーカーで、この緑と黄色が特徴になるんです、うん、でヤンマーで輸入販売などをしていて、今回はその中でもチラシのこのメインになっている JD6155 っていうトラクター展示があります。このトラクター北海道からはるばる海を渡ってきたんですが、高さ3メートル、重さ8トンで、タイヤのサイズだけでも私の身長より大きくて、これ見てわかります？すげー、この右に写ってるの私なんですが、かわいいじゃん、ユニフォームだね。そうなんです、仕事じゃない、すいません。で、大きいんですよ。これがすごく見応えのあるもので、もう入り口にすぐに置かれているので見ていただけます。さらに研修室の方にはね、うん、古いトラクターの展示だったりとか、うん、あとはジョンディアの紹介とか貴重なグッズの展示などもあります。うん、でこちらの方の展示が5月20日までされていて、ゴールデンウィークの5月2日と5月3日にはグッズ販売、あと4月29日、5月4日、5月20日にはギャラリートークなどもあって、盛りだくさんのイベントになってます。じゃあ情報のおさらいなんですが、ジョンディア展 in ヤンマーミュージアム、
場所が滋賀県長浜市三和町 6-50 ヤンマーミュージアムで行われています。電話番号が 0749-628887 で、日時がもう始まっていて5月20日日曜日までの開催です。で、休館日とかあとグッズ販売の開催の時間などがありますので、詳しくはヤンマーミュージアムのホームページをご確認ください。ね、ヤンマーミュージアムさんもなんかひょっとしたら間もなく入場、延べ入場者が、そうなんですよ、今日ね、もうそろそろだと思って入館数調べてたらもう本当にもうすぐです、うん、何万人なんだっけ。50万人達成します。50万人すごいね。そうなんですよ、一応1年、そうなんですよ、1年10万人ぐらいで来ていただいてて、ね、もう間もなくなので、もしかすると皆さん50万人ね、選ばれるかもしれないんで、ね、なんかくす玉かなんかね、あ、そうですそうです、ね、またね、毎年ね、パーンってやるのもあるかもしれないんで、ぜひご来場ください。他にもね、いろいろね、イベントありますもんね、うん、そうなんですよね、はい、ありがとうございます。以上、ヤンマーミュージアムの情報でした。さあ、続いてはね、ライブイン川崎屋、ね、4月28日、4月30日、そして5月6日と、ね、またまたゴールデンウィーク中もたくさんライブされるんですが、今日はこの中から特に5月6日日曜日に開催されますライブイン川崎屋ご案内しようと思います。まずチラシね、ちょっと見てください。はい、飯窪沙織さんね、すっかりおなじみになりました。今度 CD を発売されるということで、その記念ライブが5月6日日曜日、オープン6時ですね、そしてスタートが6時20分なんですが、この中で今日はね、このゲスト野坂ひかりさんにちょっとスポットを当ててご紹介しようと思います。まずですね、こちらご覧ください。野坂ひかりさんのプロフィール、ちょっと簡単に書き出してみました。なんと滋賀県長浜市生まれで東京都育ち、5歳からピアノを習い始めて、17歳で初めてねオリジナルの作曲をして、そして19歳からライブ活動を始めて、2015年7月には待望のファーストアルバム「クリスタロス」をリリース。今ねちょうどバックに少しこう流れ始めていますが、ピアノ弾き語りを中心にライブ活動を積極的にされています。その野坂ひかりさんと今お電話がつながっていますので、ちょっとね呼びかけてみようと思います。野坂さん。はい、もしもし、野坂です。あ、こんばんは、ケミです。こんばんは、よろしく、よろしくお願いします。野坂さん、今どちらにおられるんですか。はい、あ、私今ですね、うん、あ、今いる場所ですか。はい、差し替えなければ。あ、今ですね、うん、私あの東京の吉祥寺というところが職場でありまして、はいはい、で職場で仕事が終わりまして、はい、今あのなんとカラオケボックスに、そうなんですね。はい、駆け込みまして、うん、今電話をさせていただいております。すいません、じゃあもうな、はい、お忙しいところ。いえ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 。さあ、はい、今ねプロフィールでもご紹介させていただいたんですが、なんと長浜生まれということで、はい、そうなんです。記憶はあるんですか、長浜の。そうですね、もう、何でしょう、生まれた場所がもう長浜病院で、うんうん、あの母のおばあちゃんですかね、うん、あの母の、うん、おばあちゃんのお家が長浜にあって、うん、でずっとやっぱり長浜で遊んでたりとか、もう夏休みの旅に帰省していたりとかしていたので、はい、もうすごくもう駅に降りた瞬間にあの水路があるので、うん、水の匂いがこう、はいはい、ちょっとふっと立ち込めてくると、うん、あ、帰ってきたなっていう、はい、なんか嬉しいですね。いや、本当にふるさとで、あとあの方言をすごい使ってるんですよ。そう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 、なんかね、はい、であのこの川崎屋のねマスターの清水さんによると、はい、なんか東京でもお家の中では長浜弁が標準でって、はい、そうなんですか。本当にあの母が普通に長浜弁を使って、うん、で私が標準語でそれで会話が成り立ってしまうので、うん、もうなんかあのういこと、うん、ういことがもう一番使いますね、ういことって、ね、すごいな、私でもあの、はい、あんまりまだ使い慣れてないんですけど。本当ですか、うん、素晴らしい。学校でこう、うん、あ、すごい半チャラ系にしたままだったって言ったんですよね、うんうん、そしたらみんながキョトンとした顔でこっちを見てて、半チャラ系って何って聞かれたんで、これは東京の言葉じゃなかったって初めてこう自覚して、うん、
いやー、そんなね、はい、ひかりさんが今度、はい、この長浜でライブね、はい、参加されるということなんですが、はい、このねファーストアルバムリリースの中あのキャッチのところにこの、はい、ちょっとカメラさんこちら映してもらえますか、あの深海から光の中へっていうね、はい、書いてあってありますね、うん、どういう意味かなって、はい、まあ、この意味も含めてちょっと、はい、あのご自身の音楽へのこだわりを教えてもらえますか。はい、そうですね、私がピアノ弾き語りの切実系シンガーソングライターと名乗ってるんですけれども、うん、やっぱりこうなんか切実な歌詞が多いみたいで、はい、で自分の人生がそのまま歌になってるんですね、うんうん、でやっぱりこういいことばかりじゃやっぱり生きてるといいことばかりじゃなくて、うん、ただそのそういう深海のような光の当たらないところからでも、うん、こう光の中に行けるんだっていうことを私は自分の音楽とか人生で自分に証明させてあげたいなと思っていて、それで歌を歌い続けているところがあるんですけど、その深海から光の中へっていうのは、うん、そうですね、そのなんだろうな、うん、光のような明るいものだけじゃなくて暗い、まあ、そういう気持ちも持っていていいし、それが絶対にいつか自分の力に糧になるっていう、うん、そういう気持ちを持って歌っているところがあります、はい、なんかね、そう、いろんな曲がねこの今YouTube の、ね、はい、この中に入ってるんですけど、はい、すごくなんか心にどれも染み入るような感じがして、はい、あ、すごく嬉しいです。いやいや本当、はい、はい、でももっと全部ね、はい、それぞれの曲全部ちゃんと聴いてみたいななんて思いました。もうちょっとぜひ CD を送らせていただきます特に私ね、はい、なんかすれ違いっていうのと、あと傷っていうんですか、はい、うん、なんかそれがねすごいいいかなと思って、ありがたいです。傷は本当に女性の方から同性の方からすごく反響がある曲で、うんうん、やっぱり、うん、はい、もうその自分のまるで自分のことを歌ってもらってるようだったっていう風に言ってくれるんですね、ライブを見た方が。ですごく自分の気持ちを代弁してくれて、なんか涙が出てきましたっていう感想を初めてもらえた曲だったりするので、やっぱりなんかそういう音楽をやっていきたいなっていう気持ちがあります。誰かの力になるっていうか、そのしていく人生に寄り添っていけるような歌を、まあ、切実系なので、はい、歌い続けて、うん、一人でも多くの人に届けたいなっていう気持ちで、今年音楽活動11年目を迎えるんですが、はい、はい、なのでずっと歌い続けていきたいなという気持ちで頑張ってます。いやいや、はい、もうそれが一番素晴らしいと思います。はい、ありがとうございます。はい、チャットも来てますよ。ひかりさん楽しみにしていますということで。あ、本当ですか、はい。ありがとうございます。お会いできるのを楽しみに。はい、そうですね。はい、さあ、じゃあ最後になりますが、はい、いよいよこの、ゴールデンウィーク最終日ですね。5月6日、はい、日曜日に、ライブイン川崎屋で、はい、イクボサオリさんとのね、まあ、ジョイントということになりますね。はい、最後にじゃあこのライブにかけるちょっと意気込みなどを、お話しください。はい、はい、私の生まれ故郷ふるさとである長浜で初めて歌うことができて、本当にまず嬉しい気持ちでいっぱいです。そして長浜の皆様に自分の歌を聴いていただくことを本当に楽しみにしていて、一つでも多くの気持ちを伝えられるように、はい、心を込めて歌いたいと思います。はい、はい、わかりました。私も、はい、なんとか時間作って、はい、聞きにぜひ行きたいなと思いますので、はい、ありがとうございます。はい、詳しい、ね、ライブ情報は、川崎屋さんのホームページまたは Facebook ページの方で、ね、ご確認くださいということで、野坂ひかりさん、じゃあ気をつけて長浜歌、はい、ね、ぜひ、はい、ただいまと帰ってきてください。はい、帰らせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。失礼します。はい、ということでね、この時間は5月6日日曜日ライブイン川崎屋でね、飯窪沙織さんとジョイントライブをされます、長浜生まれ東京育ちの野坂ひかりさんにお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。さあ続いてはね、今度はゲストをお招きしております。ご紹介いたします。あ、もう久々というか、どうも毎度毎度お邪魔しております。中村和美さんです。ようこそ。中村です。よろしくお願いします。さあ今日はどんなご紹介でしょうか。はい、今日はですね、うん、もう今やもう毎年恒例になってきました、うん、野外劇団楽一楽座の、はい、公演のご案内です。おう、はい、おう、来週ですね、ゴールデンウィークの最終の5月5日から7日までの3日間、うん、
長浜八幡宮の方で野外劇団楽一楽座のお芝居の公演があります。野外劇団楽一楽座というのはですね、もともと大阪を拠点に1991年に旗揚げした劇団で、もともと大阪拠点にしてたんですけども、今は家族3人で、北海道から沖縄まで、もう3人だけでですね、旅芝居をしています。あ、これは今写ってるのが去年かね。そうですね、去年ですね、去年の、はい、八幡宮公演の様子ですね。はい、面白かったわ、はい、ですね、あのお父さんお母さんとですね、娘の萌ちゃんと3人で、回ってるんですけども、萌ちゃんは小学校の頃から旅芝居してまして、なんと今日4月25日で18歳、あ、お誕生日になります。はい、おめでとうございます。萌ちゃんおめでとうございます。あのね、舞台もちゃんとそう、ね、特設でそうです、そうです、あの八幡宮の境内にです ね、もう屋根なし壁なしの特設舞台を組んで、はい、おひねりをね、そうです、そうです、ね、入場無料なんですけども、折り紙に、あのお金を包んでね、みんな投げ銭タイムで投げ銭をバンバン、それも面白いと思ったら折り紙でおひねりに、ね、書いてあります。もう投げ銭がもう楽しくてです ね、 ね、そう、これでもね、タイミングは結構ねドキドキしたんですよ。いつ投げようかな、投げようかなとか思っちゃって、そうです、そうです、その自分でね、こうタイミングを測りながらでもあるんですけども、今何回かね、あの投げ銭チャンスっていうのがありますので、なるほど、タイミングをね、失った方、投げ銭チャンスの時に投げてください。はい、はい、さあ今年度も長浜八幡宮でいよいよね、そうです、あの全国公演のスタートがですね、もう嬉しいことに長浜から、前もそうじゃなかった、そうです、あの大体ね、長浜から、あの本当ご縁でね、長浜からスタートっていうのがまた嬉しい、ね、生まれたてのお芝居が見れるので、はい、今年度のタイトルがまたなんか赤い、はい、赤い靴と言いましてですね、のタイトルなんですけども、野外劇団楽一楽座お芝居ご存知の方は、知ってるんですけども、大体、昆虫だったりね、小さい生き物が主人公なんですけども、今年は初めて人間が主役の、そうなんですよ、まあ、人間といっても、まあ、奥さんのキリコさんとね、娘の萌ちゃん人間なんですけども、ご主人のゲンさんは宇宙人なんです、まあ、その人間と人間 の、 あのお母さんと娘と宇宙人の物語になっています。楽しく、また今年ももう奇想天外、また不思議な ね、はい、お芝居で、そしてこの野外劇団楽一楽座のもう一つのね、楽しみといえば、はい、そうですね、日替わりゲストが、ね、ゲストコーナーがありまして、はい、まあ、3日間ともね、違うゲストが登場するんですけども、まあ、初日ゲストですね、はい、あの彦根に、劇団主催してますキム・キガンさんっていう、あのシンガーですね、もう愛の歌を奏でる素敵な、はい、この子の歌ですね、はい、キム・キガンさんと、2日目の5月6日はサキちゃんですね、サキちゃんもね、長浜でずっと歌ってて、今岐阜に、拠点移ったんですけども、この間もね、あのチューリップ祭りで、ね、楽しい舞台を歌ってましたね。はい、あと3日目はなんとね、あのフリータレントのモエリヌ、まあ、スタコホでもね、そうですね、とてもおなじみの彼女が一人芝居を、モエリヌはね、今年で3年目、3年連続で一人芝居をやります、今年もね、どんなパフォーマンス見せてくれるのか、とっても楽しみです。そしてあと、その初日5月5日なんですけども、その前日の5月4日にですね、この楽一楽座の萌ちゃんの一人芝居が、八幡宮の、そうですね、この萌ちゃんのこれ一人芝居の、黄色い自転車っていうタイトルなんですけども、これは八幡さんの近くのさざ波古書店という素敵な、また古書店ですね、空間で一人芝居があります、はい、これも新しい試みでとても楽しみです、はい、まあ、そっちはね、ちょっと室内なんでね、そうですね、ゆっくりと見られるかなっていうね、はい、でこの3日間はね、この八幡さんの境内で、そうですね、八幡さんで、はい、ちょっと寒くなるかもしれないから、あったかい格好がいいですね。そうですね、ね、ゴールデンウィーク明けとはいえ、夜はね、寒いので、はい、暖かい格好で来てください。はい、はい、じゃ最後もう一回ね、そうですね、あとこれもちらっと、これ、舞台の、そうです、これ、舞台の、こういうね、舞台が境内に現れます。すね、これがね、くるくる回るんですけども、これ僕がね、ちょっと2年前に宣伝用に作ったんですけど、なんとなくこう、スケちゃんと乾いて回る、回る、そうです、これもう実際にもね、これ回るんです。はい、楽しい。でこれ20分の1なんですけども、なんとなくこうスケール感、分かるように、これ、もう今年ね、ゲストのモエリーヌもなんとなく20分の1で作ってきました。楽しいわ。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後
もう一回ね。はい、もう一回。はい。5月5日から5月5日、6日、7日の3日間ですね。うん。長浜八幡宮で、夜18時、夕方6時半ですね。うん。会場の7時開演となっています。うん。日替わりゲストもね3日間楽しみですので、どうぞ皆さん振ってご参加ください。はい、わかります。もうあの和美さんももちろん僕も毎晩行ってます、うん、はい、うん、はい、天気が ね、そうですね、あのもしね、あの雨の場合は客席だけブルーシートで屋根ができます、はい、のであの濡れずに見ることができますので、ただ本当寒いのでね、うん、暖かい格好で来てください。はい、わかりました、はい、ね、野外劇団楽一楽座、ね、はい、5月5日から7日ご案内いただきました、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。はい、さあ続いてはね、ゴールデンウィーク初日4月28日土曜日のイベントご紹介します。こちらでございます。じゃん、出るかな、出るかな、はい、あ、そのまま行っていいですよ、はい、いいですか、まだまだ入ってない、あれ、駅町テラスさっき入れたな、あ、一番上駅町ってとこね、はい、これですいろいろ段取りがありますね、けどね、はい、JR ね、長浜駅東口で、ね、いよいよあの、直結の通路、通称ペデストリアンデッキがね完成しましたということで、それを記念しまして、そして、大幅リニューアルするということで、駅マステラス長浜グランドオープンが4月28日土曜日開催、そのイベントがね開催されます。まず当日は朝10時に、デッキ開通セレモニーをした後、特設ステージ、あのちょうど駅と反対側になりますね、緑地特設ステージにおきまして、まず10時45分からトークショー、長浜の玄関口から見える湖北の未来ということで、長浜市長、それから長浜青年会議所理事長、そしてリーファのアッキーこと北川さん、そしてなんと私ケミーもね、出させていただきます。ぜひお聞きください。その後11時15分頃からは大抽選会、ただしですね、これ9時半頃から駅前の方で抽選券を配ります。それをもらわないとこの抽選会参加できませんので、ちょっとね朝早起きして先着300名ということです。お越しください。そしてお昼12時から1時までは FM 滋賀 e ラジオのね公開生放送もあります。そして午後は今度はステージですね、森谷由衣ちゃん、あのオペラ歌手の森谷由衣ちゃんですとか、それからリーファ、そしてなんと合間にはハローキティのミニステージなどなど、そして11時半から午後の4時ぐらいまでは駅前広場であのロードトレインね、琵琶湖のね、なんだっけ、ロードトレインサインビワでおなじみのロードトレインもね特別運行があります。そして翌29日には仮面ライダービルドショー、5月3日から6日はシルバニアファミリーと遊ぼうなどなどね、ゴールデンウィークイベント盛りだくさんです。詳しくは駅町テラス長浜のホームページでチェックしてみてください。さあもう一つご案内します。今度お隣の米原ですね、5月5日の土曜日、子どもの日ですね、ルッチプラザで親子の集い in 米原が開催されます。まず午前の部は親子で理科工作教室、新幹線を作ろうとかね、ヘリコプター作って飛ばそうとか、はい、それから琵琶湖のヨシで笛を作ろう、それから陶芸などなどね、いろいろ盛りだくさんです。ただしこちらの方は事前の申し込みが必要です。流用となっておりますので、詳しくはルチプラザのねホームページでチェックしてみてください。で、午後はマザーレイク、こちらの映画の鑑賞会とトークショーになってます。琵琶湖を舞台にしてね、あのロマンを追いかける親と子が愛と絆を取り戻していく感動作、全編滋賀でオールねロケしました、鶴田真由さんとかね、高橋メアリージュンさんとかおなじみの、ね、方々が主演されてます。で、あの公開オーディションで市民もね、はい、参加しましたよね。で、映画を見た後、この映画監督の瀬木監督、そしてプロデューサー兼俳優のボス戸田さん、そしてあのこちらの方も私ケミ司会をさせていただくんですが、トークショーも行われることになってます。こちらの方は入場料、前売り当日ともに一般1,000円、お子さんが500円、3歳以下の方は無料となっております。で、昨年秋に米原市の東草 の、 あの姉川上流の方で親子ね、市民の方が参加して制作したショートムービー命の始まるところ、こちらの完成披露会も同時上映されます。その他マザーレイク写真展なども開催ということで、盛りだくさんのね一日になると思います。親子の集い in 米原は5月5日土曜日午前10時から午後の4時まで米原市のルッチプラザでの開催です。詳しくは
ルッチプラザまでお問い合わせになってみてくださいということで、はいね、他にもねいろんなねイベントあると思いますけども、はい、またお好きなの選んでねぜひ広くね遊びに来てください。さあそんな気になるゴールデンウィークのお天気参りましょうか。めぐちゃん、はい、じゃじゃん、うわ出たね1週間分、はい、1週間もちょっとね5月5日はさすがにねもうまだ出てなかったんですが、ねうん、基本ね晴れなんですが5月2日3日らへんがねちょっと危ないかな降るかなっていう感じですね、うん、でも気温もね25度ぐらいに上がったりとかね、うん、するのでね最高気温そうか、はい、今週だってほら月曜日くらいだっけ日曜日月曜結構暑かった日なかったずっと天気も良かったですもん ね、うん、昨日ぐらいから ねちょっと崩れ出しましたけどまたでも週末回復するんです ねゴールデンウィーク楽しみですね皆さんね本当よね、はいうんまあ、今年はあんまり大連休っていう人はねなさそうですそうですね1日とかがね結構ね、うん、仕事だったりとか、はい、ゴールデンウィークで皆さん予定はどうですか何か旅行行くって人いる旅行あいないね、まあ、学生なのねみんなねバイトあ、若干いる。あ、そうか。まあ、仕事ね。仕事はい、ね、はい、ね。私結構仕事、私も仕事、ね。やっぱ仕事ですよね。そうそうですよね。はい。稼ごう。稼ぎましょうか。はい。みんなが、みんなが休んでる時にね。はい。稼ぐのは。はい。そして、合間ね、合間にでもしっかりね、こうイベントね、はい、遊びに行きましょう。やってます。で、はい。さあ、そして来週はあのゴールデンウィーク真っ最中ということなんで、スタッフ候補はね、あのお休みを頂戴いたしますね。はい、あの、皆さん、また、何をとしまって忘れちゃったなんだっけあの従業員休暇じゃないですけどね従業員またそこで絶対ね地味だからね突っ込み来るだろうなと思ったんです、はいね、スタッフ休暇ですねスタッフ休暇ね休暇、はいはいねまあ、あのいろんなとこ出没しますからね、はい、カメラ持ったおじさんがね、うん、そうですね、はい、見かけたら声かけてみてくださいね、はい、さあということでね次回は5月9日になります地域おこし協力隊ね第2陣のいよいよ3回目ラストのお二人なんと仕立て屋と職人というキャッチなんでどんな方々なのかそうなんですよねちょっと楽しみでございます ね木本から放送しますはい、はい、また来年これちょっといいでしょこれちょっとねイメージできるでしょはい、ハサミとね、そうですね、そうですね、はい、どんな話してくれるかね、楽しみでございます。はい、あ、今日は楽ちん楽さん、萌ちゃんの誕生日ですね、ね、はい、ちょっとね、そうですね、ね、はい、また見に来てくださいね。はい、ということで今夜もそろそろお時間になりました。さあ、決めた？やってきました。はい、ね、はい、じゃあちょっとここはあの小沢君最後任せるわ、ね。はい。ということで今夜のスタジオ幸福そろそろこの辺でお開きでございます。ではエンディングは、はい、最後、はい、じゃあさっきやった通りにお願いしますはい、では、いいですか。いいでしょ、はい、では長浜バイおー、はい